レバナスで自由を手に入れる。 レバレッジ投資家、いつきです。本日もよろしくお願いします。今日のテーマはこれということで、えー、テクニカル分析しているインフルエンサーは、株、買うな、買うなと、えー、言いますけれど、すでにね、買い場で到来してますよね、ということで、えー、進めていきたいと思います。1、ね、米国債利回りどうなっているのかと。2番、恐怖指数の方がどうなっているのかと。3番目、速度ってくるのね、差し値、ね、基準を考えていきましょう。4つ目、今後の見通しということで、ね、進めていきたいと思います。 それでは、スタートです ま,あまずね、あの、テクニカル分析しているインフルエンサーさんって、ほとんどの方が個別株とかね、FX とか、そういう人たちなんですよね。えですのでえ、基本的には信用取引などを用いてえ売買している人たちということになってきますのでえ、我々インデックスファンド投資、現物でね、投資している人たちとはね、明らかに投資スタンスが違うとえ。ここをね、理解していないと、テクニカル分析している人たちがね、えまだ S&P500 はね、上昇トレンド に移りませんからとかね救急9も一緒ですとかってねこう言ってますけれど、えー、ね、まだまだね安心してね買える相場でありませんので今は県です県ですというふうにね言っておりますですけれどこれは基本的にね信用取引をかける人たちのことであって我々のことではね、ないというふうに私は認識しておりますのでどん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 ね買い進めていきたいなと思っておりますさあそれではねいきましょうまずはね一つ目なんですけれど米国債の利回りの方です。 ですよね3月5日の時点でね10年債が 1.73%2 年の方が1.48%ということでねやはりじわりじわりとね1日日を経つごとに、ね、イールドカーブのフラット化というのが起こってきておりますこのままいきますと本当に、ね、逆イールドが発生してしまうということなので戦争というところがかなりね関与してるとは思うんですけれどひょっとするとこのねウクライナロシア問題で逆イールド ィールドが発生して未来の私たちが過去の私たちを振り返ったとき、あ,あの時はウクライナショックが来たよねというふうに、ね、なってしまうのかどうか、できるだけ、ね、フィールドの発生は防いでいただきたいんですけれど、こちらの方はね恐怖指数ということになっております。青色のグラフですね。こちらが ナスダックに連動した恐怖指数。黄色の方が S&P500 に連動した恐怖指数の方になっております。ナスダックの方が、ね、高いということで、ナスダックを持たれている方の方が恐怖しているということですね。34.89と。この数値は30を、ね、上げてくれば、かなり恐怖されているということになってきております。それが34.89なんで、まあ、もう一息、40手前ぐらいになってくると、ね、まあ、パニック売りっていうのが起こってくるのかなと。まあ S&P500 のビックス指数の方はまだ31.98なんですけれど、これ、ナスダックと、ね、比較してますんで、えー、なあまだ少ないのかなと思っているだけで、ね、30超えてますんで、やはりこちら、S、S&P500 の人も、ねまあ、かなり今日、はしていると。えー、このままね えー、ぐん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 ね、えー、上昇していくのかどうかということで、ぐん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 上昇していくということは、えー、投げ売りが始まりますので、えー、そうなってくると価格はもっと下がると、下がるので、私たちは買い増ししていけますよね、という話になってくるわけですね。えー、米雇用者数というのがね、まあ、発表されて、予想を上回るね、67.8万人と、えー、いいね、データが出てきましたけれど、もう今ね、ウクライナ、ロシア問題がね、激化しているということなのでね、え、こんないい情報が出てきてもね、株は1ミリもね、 上がることなくまあ下落しておりますと。とまあ、そういうね、えー、中でソクルティクルをまあ今。今今ももう現状ね買い進めていってるんですけれど。 やっぱり日々ね、時間が経つごとに現状というのが変わっていきますので、ソクル、ティクルのね、差し値の基準をしっかりとね、考えていきましょうということで、こちらの方がね、はい、ここ3ヶ月のチャートの方になってるんですけれど、昨日がね、開始が36.63から始まりまして、高値が37.42と降ったんですけれど、その後下落していたということで、33.36、安値の方はつけております。現在値は34.77ということで、 もうこれはね、2月の23日につけました、35.91というところ、今年の最安値っていうのはもう更新しておりますので、このあたりでね、昨日刺さった方、34ドル以下で刺さった方っていうのはね、昨日のベストな選択だったんじゃないのかなと思うんですけれども、さあ、こうなってきますと、まだまだね、ウクライナ問題が終わりそうにありませんので、もう少し深く差し寝をしておかないといけないのかなと変わってきましたよね。 ですから、チャートの方を1年に引き伸ばします。そうしますと、去年のね、5月の12日につけました、28.13というところ、ここが当面の目標ということになってきますんで、今、昨日の最安値が33.36ですけれど、まあ、ここから下で刺さないとね、話にならないのかなということで、30ドル切りというところがね、もう目前に迫ってきておりますよね。おそらく戦争の何か のきっかけでロシアが、ね、また何かやらかした瞬間、30ドル切るということは、ね、十分考えられるのかなと、そしてもっと、ね、最悪のシナリオを考えますと、まあ、2年前のコロナショックというのが、ね、視野に入ってくるわけですよね。この今、まだ、ね、ウクライナショックと名付けられるかどうかというのは分かりませんけれども、ここから先、ね、進んでいきまして、コロナショック並みに、ね、下落したとき。 未来の私たちが過去の私たちを振り返ったとき、ウクライナショックだったねとなった場合はね、え、測る4.333までね、落ちる可能性があると。えー、まあ、さすがにね、ここまでは落ちないだろうと私は思ってるんですけれど、けどそう思ってることと現実に起こることっていうのはこれ別物なんで、まあ、いきなりしちゃうけどさ、ね、ここ,こまで、え、差し根を入れれるかというとね、えー、まあ、入れれませんけれどね、えー、まあ、これぐらいまではね、下がる可能性もあると、えー、いうことは、頭の片隅に 置きななながら、ね、日々の底値をを拾ってていいいいくととととうこしかかただね,ね、反転上昇するか分かりませんのでね、えーまあ底値付近を常にね、拾っていくという感じは重要ですよね。えー、ですけれど、ここまで下がってきますと、えー、正直30ドルギリというところのね、えー、きつめの差し値は確実にね、入れておかないとだめかなと、えー。30ドル前半でね、買っておければ安泰だったろうというね、えー、去年の速度の相場ではなくなって きておりますよねですので、ここは30ドル切りというところをね、えしっかりと視野に入れて、速度の方を強化しておかないと、本当にね、コロナショックのときのようなこの4.333ていうねえ、こういう数値を叩き出されたときには本当ね、ねひっくり返らないといけないというところになりますんでね、まあ、ここは気をつけていきましょうと。逆にけれど、ここまで落ちたときにしっかりとね、買い、 生ませるだけのね、現金ポジションは残しておかないといけないということですね。 さあ、ティクルの方を見ましょうかということでね、えー、ティクルも3月4日のマーケットは52.39でね、フィニッシュしていると、終わり値ですね。開始が53.82度、えー、高値が54.66、安値が51.08ということになっております、えー。2月の23日につけた最安値はまだ更新しておりませんけれど、もうここは50ドルジャストぐらいで買えたらラッキーというのはちょっともう頭の概念から外した方がいいのかなと。えー1年 チャートに切り替えますやはりここですよね5月の12日につけたのが39.37ということなのでティクルといえどね、40ドル切りというところを視野に入れて 50ドル以下で刺していかないと、なかなかね、厳しい状態にね、陥ってくるんじゃないのかなと、ということになっておりますので、えー、去年の5月の12日には40ドル切っていたティクルということになりますので、40ドル切ってきてくれますとね、今のソクルと同じぐらいの、ね、価格帯になってきますので、まあ、その時ソクルはもっと下がってるとは思うんですけれど、これぐらいのね、ティクルを保有されておりますと、ティクル軍団形成ということでね、かなり強いティクルを 保有者にね、えー、なれるということがありますんでねここ、えー、40ドルをね、えー、切るか切らないかというところこの辺りの見極めが皆さんのトレーダーとしての腕の見せ所かなと思います、えー、ただしコロナショックの時まで遡りますコロナショックの時に遡った時は8.52ということになっておりますのでまあここまでもね本当落ちるのか落ちないのかというのは分かりませんけれどある程度大暴落来た時用の現金っていうのはね残しておいた方が いいですよね本当にこんな8点なんぼとか、まあ、ここまでいかなくてもね、20ドルぐらいとかって、えー、なった時に、えー、ね、仕込めれば、かなりね、今持っている基準価格っていうのを下げることが可能になってきますのでね、まあ、当面は、えーまあ、ソクルにしても、ティクルにしてもそうなんですけれども、まあ、去年のね、5月につけた最安値付近を狙っていくというのが、まあ、当面ね、来週1週間ぐらいの差し値の基準になってくるのかなとは思うんですけれどもね、えー、それよりもさらにね、 え、下がっていくというシナリオは頭の中に入れておいた方がいいですね。え、これはもう確実にどこまで下がるかっていうのは誰にもわかりません。え、コロナショックの水準までね、落ちる可能性もね、まあ十分秘めているということがありますので、ね、現金ポジションっていうのはね、確実にね、残しておくということで、最後の最後、最後の虎の子のお金、えー、ね、大族を売った時の何株でもいいんでね、仕入れれるというポジションとして残しておくということですね。今後の の見通しなんですけれどもね。 ウクライナ問題が解決しないと話にならないですよね、と、えー、いうことで、まあ原油価格は高騰している、小麦も高騰している、それが回り回ってね、戦争に関係のない国にも波及していくと、えー、いうことがありますので、の株価がまあ安定してくるというのは、まあウクライナ問題が解決しないといけないと。えー、そしてこのウクライナ問題が解決する間にね、えー、おそらくり上げの方も来て、えー、QT の方も、えー、進んでいくんじゃないのかなということで、えー、かなりね、今からね、えー、激 の2022年がね、さらに開幕すると、1月、2月、ね、ここが私はね、そこね、かなと思っていたんですけれどもね、まあ、ウクライナ問題ということが出てきてしまって、もう完全にね、その辺が吹っ飛んでしまったということがありますけれど、これ逆に言うとチャンスですよね。ここまで下がるということは、そうそうないです。基本的にはリセッション、大暴落っていうのがね、狂って。 ということは、景気が後退して、アメリカの経済が衰退してね、株価が下がっていく。まあ、それが基本的にリセッションね、景気後退ということじゃないですか。えー、この時、購入して、まあ、次のアメリカの経済が復活するというのを待つっていうのもね、一つのポイントなんですけれども、今っていうのは、アメリカの経済自体は別に悪いわけではないんですよね。えー、ただ、ロシアとウクライナの問題が出てきて、それが、え、ー アメリカのね、テーパリングの終了、利上げ、QT の時と重なってしまったというだけで、アメリカの経済自体はすごく強いままと、えー、ということがありますんで、これ価値あるものの値段が下がっている、ここは確実に買い場ですよね。そして私たちまだ資産形成中ということになっておりますので、ここでね、レバナスにしてもそうですし、ソクル、ティクルにしてもそうですけれど、自分のね、持っているこの ETF、もしくはね、 投資こちらの方の基準価格を下げるということは、後々の調整局面が来たときでもね、ここまでの下げ幅っていうのはなかなか来ませんから、ちょっとやそっとの下落が来たとしてもね、含み損益の方はトータルリターンはプラスを示しているというね、そういう強固な自分の持っている資産っていうのをね、作っていくことができますので、ここはね、まあ、多くすることなくね、購入していきたいと思います。 毎日毎日の底値を拾っていくということでね、昨日の底値なんて今日の開始になってしまうなんてことありますからね、もう毎日どん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 下がっていくということは、昨日やっとね、えー、ここまで下がったのにと、次の日開始したら、そこからスタートでまたすぐ下がっていくっていうことなんていうのはね、えー、もうざらにあることですので、えー、ですので、資金管理と最後の最後、大底を打つときの現金ポジションを。 からさないようにね、えー、注意深くそこ、ね、底根付近を少しずつ少しずつ拾っていって、えー、そして、ウクライナ、ロシア問題の解決までね、待ちたいと思います。まあ、今日のね、番、えー、もね、米国のマーケットは開きませんけれども、いつも通りね、23時からライブ放送の方をかけていきたいと思いますね。ライブ放送のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。